はい、お願いします。決まりました。お疲れ様でした。お疲れ様。まずは決勝戦でありがとうございます。ありがとうございます。心境から、いや、よかったです。ちょっと一安心。はい、まあ、今日のレースも振り返っていただきたいんですけど、まあ、後方からということでしたね。そうですね、まあ、一応はちょっと走りながら考えようと思ったんですけど、まあ、中段取れたとしても多分誰かがこう蓋してくる形になったんでなると思ったんで、まあ、そうなったらその後で考えればいいし、まあ、昨日よりかは1車前だったんで、まあ、その辺はなんか昨日よりかはっていう意味で、あのリラックスして走れたかなと思います。ただ前の方でちょっと車間切られて、うん、歌と柳が結構嫌な車間開けてたんでできるのがきつかったですね。まあ、でもその思い切って仕掛けていきましたけど、いかがでしたか。ちょっとセッティングを佐賀の山田秀明さんに見てもらったら、あの自分が調子いい時のセッティングの数値を覚えてたみたいで、4ミリぐらいサドルがちょっと高くて、ほんと 1,2 ミリでも全然セッティングって変わってくるんで、ちょっとまんまではないですけど、ちょっと 2,3 ミリ下げてもらって、昨日よりかは、まあ、少し伸びが出てきたかなって思うんで、もうちょっと良くなりそうだなって思うんで、この後ちょっと秀明さんと相談しながらまたセッティング見てもらいたいなと思います。まあ、その一周の仕掛けっていうのは今日はいかがですか。まあ、しっかり出し切れたんで、まあ、あとはやっぱ関さんに抜かれてるんで、4コーナーの踏み直しがもうちょっとやっぱ欲しいなっていうところですね。決勝へ向けてっていうのは何かありますか。まあ、かなりいいメンバー揃ったんで、まあまあ、みんな強いから人を当てにせず、今日みたいにしっかり攻めるレースを心がけて、その中で優勝を目指したいなと思います。おっしゃってた優勝の挑戦権が出ましたか。いや、そうですね、まあ、最後なんで取りたいって言いたいところなんですけど、まあ、意識したらね、良くないんで、まあ、出し切ることを意識して、そこに優勝がついてきたらなっていうところで、しっかり攻めるレースをしたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。山田さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。大丈夫です。すみません。大丈夫ですか。待ちますか。いや、大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今の心境からちょっと安心しました。ちょっとレースの方も2走目振り返っていただきたいんですけど、どのように考えていらっしゃいますか。尾形選手が S 取ったので、もう自分はチャンス気味や。けがけて死ぬ気で回らなきゃいけないなと思ったんですけど、実りが先に動いてくれたので結構あれで助かりましたね。まあ、それに乗っていく形で、はい、まあ、実際先行していく形になりましたけど、いかがでしたか。ちょっと重く感じてかかってないかなと思ったんですけど、まあ、なんとか3着に残れてっていう感じでしたね。まあ、一周かけてる感覚はどうでしたか。昨日の方がなんか軽かったかなとありましたね。その辺はどういったところ。ちょっと湿度を感じた、バンクがちょっと重く感じた気がします。で、まあ、逃げて3着という結果で決勝戦に進出になりましたけども、はい、いかがですか、心境というのは。そうですね、嬉しいです。はい。で、まあ、明日あのガールズケインフェスティバル最後の決勝戦になるんですけども。あ、そうですね、最後ですね、楽しみたいと思います。夜のレースはいかがですか。夜のレースは好きです。はい。じゃあ明日へ向けてっていうところを最後に聞かせていただきたいんですけど、自力で優勝だけ狙って頑張りたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。まずは1着おめでとうございます。ありがとうございます。決勝進出になりましたが、いかがですか。心境から聞かせてください。できるだけ頑張ろうと思ったんですけど、まさかこのメンバーで売れるとは思ってなかったです。まあ、その今日の2走目振り返っていただきたいんですけども、はいはい、どのように考えてましたか。ですね、もうスタートでいい位置だったので、もう動く必要はなくて、児玉選手がすごい男子選手みたいな走りだったので、しっかりついていくだけになりました。まあ、そのついていくのも結構大変だったと思うんですけど、いかがですか。そうですね、やっぱ加速していったので、本当にただついてただけなんで、私の実力を出し切ったわけじゃないんですけど、すごいスピードレースだなと思いました。まあ、そのままついていって、4コーナーの勝負に入っていきますけども、いかがですか。どうでしょう。
最初、まあ、刺すの結構ギリギリだったので本当に刺せたかなっていう実感はなかったんですけど、まあ、結果見てちょっと安心しました。で、まあ、2走されて手応えなどいかがですか今回は。はい、まあ、練習でやってることがしっかりさせたわけではなくて本当にレースの流れにただ乗ってただけなので本当勝ち上がれたのも偶然だと思うので、実力出したいなと思いました。そんな中で、ビッグレースの決勝戦に乗りましたけど、はい、チャンスが来たのでしっかりものにしたいんですけど、みんな思いは一緒なので、まずは気持ちで負けないようにしたいです。最後に明日へ向けてというところを聞かせてください。はい、まあ、今日みたいに誰もあまり私のこと注目してなかったと思うんですけど、そこで大穴開けれるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、今回、まあ、昨日の、修正を生かしてというところでしたけれども、まあ、かけてというところは最後まで踏んでる感じというのはいかがでしたか。まあ、途中ちょっと足を流すじゃないですけどちょっとリラックスする形になったんですけど、そこからも最後までちゃんと踏み込めたので、あとはちょっと4着に沈んでないかなってちょっと心配になってました。昨日がちょっと短い距離っていうことで、まあ、今日長い距離踏んでっていうところで、ご自身の、まあ、コンディション自体っていうのはどういうふうに、判断してますか。まあ、ずっと何ヶ月も調子はいいので、ただメンタルで弱さが出てしまってるだけなんで、そこをしっかりとこの短い期間で修正してきたので、まあ、諦めずに決勝も頑張ります。ここ近況だと大きいレースでも、まあ、しっかり存在感のあるもう坂口さんらしいレース、見えてますけれども、まあ、明日の決勝どういう走りしたいでしょうか。まあ、力を出し切る競争で自力で頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。目選手、一着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、本当に、まあ、前回ミヤハイでビッグの、はい、決勝初めて乗ってっていう感じでしたけれども、その後にご自身の、まあ、レースの充実感というか成績も安定してっていうところをご自身でいかがですか。そうですね、なんか、まあ、今までは本当にチャレンジャーの立場だったんですけど、パラルカップの時の成績をまあ、たまたまだって言われたくなかったので、その後のレースもしっかり1着取れるように考えながら走れるようになりました。今回、まあ、勝ち上がりが結構難しいと言ってる、はい、まあ、フェスティバルで、はい、2着1着っていう結果です。ご自身的には勝ち上がりの方はいかがですか。そうですね、まあ、まさか今日1着は取れると思ってなかったんですけども、ここの開催の出場が決まってから絶対に決勝戦上がれるようにと思って普段から練習してきたので、まあ、とりあえず決勝上がれたって面では一安心しました。まあ、明日陸、決勝ですね控えてますけど、どんなレースしたいですか。そうですね、パールカップの時は本当に緊張して頭が真っ白になってしまったんですけども、あの時の、まあ、悔しさを晴らせるように自分の力も出し切れるように精一杯走りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、小川さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと今日のレースを振り返っていただきたいんですけど、まあ、もうちょっと遅かったら突っ張りたかったんですけど、まあ、思った以上に後ろからスピードが良くてきたんで、まあ、どうしようかなと思いながら走りました。ただその前の様子はちゃんと確認しながらというか。そうですね、余裕はあったんですけど、もう少し車間切ってからのまくりに行けたらもっと最後まで届いたかなと思います。この辺は心境は落ち着いてというか慌ててというか。まあ、慌ててもなく落ち着いてもなく、まあ、特に考えることなく走ってました。そのまくりに行ったその仕掛けの手応えなんかいかがでしたか。やっぱり行きにくいところで行っちゃった分、まあ、乗り越えれないか不安だったんですけど、まあ、そこはもう力で踏もうと思って踏み切れたかなと思います。この厳しい3コーナー登った後はいかがでしたか。ゴールまではもう無心でもがいてました。で、まあ、結果決勝戦はポイント的に大事だと思うんですけど、いかがですか。まあ、決勝でいつもあんまりいい走りができないんで、まあ、そこは気持ちで頑張りたいなと思います。最後に、まあ、明日へ向けてというところです。明日は、まあ、ちっちゃいレースにならないようにいつも通り頑張りたいです。
ありがとうございます。ありがとうございました。まず共同で聞かせていただきます。お願いします。ゆうかさん、一着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ポイント的には決勝で泳ぐそうなんですけど、今の心境から教えてください。まあ、とりあえず決勝に乗れたっていうのが、まあ、一つスタートラインだと思うので、しっかり明日に向けて頑張ります。まあ、今日のレースも振り返っていただきたいんですけど、まあ、初手は後方の方になりましたけど、いかがでしたか。まあ、みんながスタート取り行く中で道中浮いてずっと並走っていうのも嫌だったんで、まあ、しっかりその6番手ですかね、まずはしっかり周回して、まあ、後ろから細田が上がっていたので、その動きに乗ってから前々勝負と思ってたんで、まあ、ある程度動きの流れに応じて対応できたかなと思います。その5レース、鈴木さんから動かしていきましたけど、どのように見ていましたか。まあ、実りが一定で、まあ、桜さんが一定っていうふうに、こういい具合にこうみんなが先に行ってくれたので、しっかりあとは自分が前々で反応だけを遅れないように集中して、まあ、前々で行けたと思います。そのご自身の踏み出した反応などはいかがですか。そうですね、まあ、バックからまくろうというふうにも考えたんですけど、まあ、真央も後ろから来てましたし、引きつけながら直線勝負というふうに思ってました。で、まあ、その直線勝負踏んでいく感じはいかがでしたか。まあ、しっかり一着は取り切れているので状態はいいと思います。明日のサマーナイト、ガールズゲームフェスティバルというのが今回最後になるんですけど、ね、まあ、優勝の経験もありますけど、いかがですか。決勝に。そうですね、まあ、デビューした年がここサマーナイト松戸で、私はフェスティバルで優勝して17連勝という記録を打ち立てた舞台なので、まあ、最後の大会も松戸ということで、しっかりこういい節目になるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。